娘の恵美子と共に、谷崎松子は、谷崎淳一郎の三人目で最後の妻、随筆家。笹目雪の幸子のモデル。藤永伝造選手の社主、永田三十郎の鳩子にあたる、同社専務の森田康松の四人姉妹の次女として1903年、大阪府大阪市、大正区に生まれる。母親のシエワ松子が14歳の時に、肺病で死亡。 清水谷女学校を中退し、20歳で、根津聖太郎と結婚。聖太郎は根津商店という大阪の面布問屋の御蔵師であり、彼との間に一難かずめを設けたものの、夫は末の妹と駆け落ちするなど素行が悪かった。1927年、関西移住中の谷崎純一郎と知り合う。芥川龍之介のファンであった松子は、夫、聖太郎の行きつけである。 お茶屋のお将に引き合わせを頼んでいったことから、来藩中の芥川と、それに同行した谷崎と面会したのをきっかけに、谷崎に根付の寮や別荘を提供するなど交流を深めていった。1930年谷崎は最初の妻を佐藤春夫に譲り古川日野と羊子と再婚するが、松子との関係が深くなり、手末子と別居。1932年に、 根津商店が倒産し、神戸市、魚崎町横江あ河合に転居すると、谷崎もその隣に転居。1934年、松子と聖太郎離婚。松子と谷崎は足屋で同居するようになる。当時、松子は谷崎の崇拝の対象であり、盲目物語、春金賞その他の女人崇拝の作品は松子を念頭に置いて書かれ、谷崎は、 松によるという意味で、衣装案を名乗った。松子が妊娠し、谷崎が芸術的な雰囲気を壊したくないと言って打退させた。ことは、谷崎が晩年の雪子案やわに書き、松子も書いているため広く信じられているが、戦時中の谷崎の随筆、初昔では、健康上の問題から三人の医師に中絶を勧められたことが書いてあり、雪子案やわに書いてあることは虚構であると、 小屋の厚紙、谷崎淳一郎殿は指摘している。戦後高血圧に悩んだ谷崎を支えたが、1965年発の随筆を発表した後谷崎が死亡し、以後随筆家として活動した。2014年に谷崎の遺族が保管していた、松子やその妹らと谷崎との未公開の手紙288通が公表された。翌2015年1月、 谷崎潤一郎の恋文、松子、し子姉妹との書簡集として出版された。書簡の中で、谷崎は、松子の奉公人のようでいたいと、潤一郎の代わりに、淳史の署名を使い、ご気に召しますまで、追いじめ遊ばしてくださいましとしたため、生命身体家族兄弟収入等のすべてを、ご両様の所有にする、という誓約書を書き、実際送金を思わせる文面もあった。 笹目幸は、1937年から1941年まで、森田や四姉妹の身の上に起きたことをほぼそのまま描いたもので、森田四姉妹の長女、長子は、三菱商事勤務の森田先蔵を婿に取り結婚。三女重子は、たびたびの見合いの後徳川家の一族である、渡辺明と結婚。四女、信子は1929年に待つこと、婚姻中であった。 根津聖太郎と駆け落ち後、1941年にプロゴルファーの島川真一と結婚。子は、根津聖太郎との間に、長男、清二と長女、恵美子。離婚後、恵美子は、谷崎の幼女となり、戦後、関瀬秀夫と結婚して、松子の死後、谷崎の著作権継承者となった。また長男、清二は、渡辺明、茂子夫妻の養子となり、 橋本関節の孫娘、千真子と結婚した。随筆家の渡辺たおは、渡辺清治、千真子夫妻の娘で、演劇評論家の高萩博氏は、たおの夫である。千真子の母、太子は、関節の小福の娘で、関節と精妻米との間に生まれた、長男、節也のいぼいにあたる。内務官僚、池松時和は、節也の義父で、歴史学者。 末川清は、節夜の娘婿にあたる。白砂村荘橋本関節記念館の副館長を務める橋本、松木は、節夜の長男、木一の子で、千万死の重帝の子にあたる。前部の根津聖太郎は、大阪の繊維ドンや、貿易商、根津商店の一人息子。養子だった父親は霊園で家を離れ、母親も早くに死去したため。 県老寺商業学校卒業後、家業を継ぐ。その当時は、大阪のウツボ公園のほとんどを所有していたほどの豪商で、複数の別荘の他に、東海山に遊園地も持っていたが、1932年に倒産し、辞書のほとんどを伊藤中米に売却した。1934年に待つこと離婚後、小樽で造船業を始めたが失敗し、食い詰めた後、 1954年に日劇ミュージックホールの監督、丸尾長剣に頼った。丸尾は昔、美術界のパトロンだった聖太郎から送られた、岸田流星の会が、霊子像を売って、子供の手術をしたことがあったため、恩返しから自分の下働きとして雇い、ヌードダンサーの世話などをさせた。見かねた、小林久夫から、日比谷の宝塚歌劇団東京宿舎の住み込み社官の、 職を得、再婚した妻と新生活を始めたが、ほどなくして、脳一血で死去した。ありがとうございます。